ザムトゲマインであるトラントは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先週、オスナブリュック軍北部のクバーケンブリュックを、本部所在地とするザムトゲマインでである。このザムトゲマインでを構成する、市町村は、バートベルゲン、メンスラーゲ、ノルトルプ、クバーケンブリュックである。このザムトゲマインでは、南は、ザムトゲマインでフュルステナウおよびザムトゲマインでベルゼンブリュック、西は、エムスラント軍。 北は、クロッペンブルク郡、東は、フェヒタ郡と境を接している。このザムトゲマインでは、平均高度海抜25メートルのゲスト地形に、一致している。南北の幅は15キロメートル、東西の幅は25キロメートル、面積は189平方キロメートルである。アルトラント周辺地図、クバーケンブリュック付近でハーゼ川が分岐し、内陸デルタを形成している。本。 ザムトゲマインでは、北ドイツ低地の沼地に位置している。ハーゼ川が流れ、クバーケンブリュック付近で内陸デルタを形成している。勾配が極めて小さく、ハーゼ川が多くの川筋に分岐し内陸デルタを形成している。これは主に氷河の流路であり、表記には氷河の雪解け水の作用で堆積物が作られた。ボーリング調査の結果は、最上層がローム室及び、 砂室の高深予の堆積物からなることを示している。最上層の厚さはおよそ5から7メートルであることを示している。この層の下には約10メートルの厚さのローム室及び泥排出の堆積層がある。25から30メートルの深さにある砂室の地層は地下水の豊かな耐水層を形成している。耐水層の最も浅い箇所は2から6メートルの深さにある。 このザムトゲマインでは以下の市町村からなる。これらはアルトラントと呼ばれる地方と一部が重なっているだけである。ザムトゲマインでアルトラントは1972年7月29日に発行したニーダーザクセン州自治体法73の2項に基づき成立した。アルトラントは1309年以降記録が残るが、それまでは 政治的一体性を持たず、何世紀もの間にその範囲も変展した文化史上の地域概念であった。作業共同体、スクンフトストトランドのアルトラント文化保護プロジェクトは、この地域の農場文化や建築史上の移行に特に注力している。以下の表は、各年の12月31日時点での、超域における人口を示している。数値は、 1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクセン州統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。ザムトゲマインであるトラントは位置的には2つの上級中心であるオルデンブルクとオスナブリュックとのほぼ中間に位置している。このザムトゲマインでは北部オスナブリュック地方最大の工業地域となっている。このザムトゲマインでは ニーダーザク選手市町村連合が公募したコンクール、ニーダーザク選手の中産階級にフレンドリーなコミュニティで2004年と2012年に優勝し2006年に特別賞を受賞した。このザムトゲマインでの議会は34議席で構成されている。これにザムトゲマインで長が投票権を持ち参加する。ザムトゲマインでアルトラントは 基本条例にで規定されている紋章、旗、印章を使用している。紋章の図柄、波状の分割線で赤字と銀字に左右に分割。それぞれに逆側の色で彩色された翼や手を持たないドラゴンが描かれている。解説、翼や手のないドラゴンはアルトラントのドラゴンと呼ばれるもので、このザムトゲマインデを構成するバートベルゲン、メンスラーゲ、ノルトルプの紋章でも、 左右に分割された、向かって、左側のフィールドに描かれている。アルトラントのドラゴンは、ドルーデメンの剣とも呼ばれ、アルトラントで製造される家具にもしばしば用いられる、衣装である。旗、ザムトゲマインでの旗の色は、赤と白であり、シンボルとして紋章が描かれている。印象、印象は、紋章と、サムゴマインドアーランドの文字。大企業としては、 ルフ食品、レイヤーコーポレーション、p p s パイプラインシステム、ドイツ食品技術研究所の研究、開発施設がクバーケンブリュックにある。また、ケンパー食肉製品製造とデルケスカンプ放送が、ノルトルプに、アルトラント食肉製品が、バートベルゲンにある。戦後ドイツでは、この地域にとって、最も重要な企業を着なす土社がクバーケンブリュックの、ノイシュタットに本社を置いていた。 この会社は2500人以上の従業員を要していたが2回倒産した後2005年にキナストイコールシティール GMBH として新たに設立されたがその重要性は失われた。同じ工業地区にかつて存在したマットレス製造会社や化学染料会社の下請け会社、機械製造会社は1980年代の構造機器を切り抜けることができなかった。 ありがとうございます。